コスタレグラは、コスタ・クルーズが運行していた、クルーズ客船である。1969年、スウェーデンのレデリ・エビノード・スタジャーナの発注により、フィンランドのバルチラ・トゥルク造船所で、コンテナ船として建造され、アニー・ジョンソンとして就航した。1986年、クルーズ客船への改造を前提として、リージェンシー・クルーゼスに売却され、レジャン・ムーンとなったが、敬船された。 1988年、ネイビーラ・パネレクサンドラに売却され、アレクサンドラとなったが、引き続き掲戦されたままだった。1990年、コスタ・クルーゼスが取得、ジェノバのティ・マリオッチ造船所で、クルーズ客船への改造を行い、1992年に就航した。2012年2月27日、セーシェル諸島の南西、約200海里を航行中。 発電機の火災により、航行不能となった。来園したタグボートにより、翌日から数日間かけてマヘ島へ栄光された。その後、スクラップとして売却され、サンタクルーズと船名を変更し、コスタクルーズのシンボルである黄色の煙突も白く塗りつぶした上で、トルコのアリアガへ開港され、解体された。船体は発送構造で、核デッキには、 印象派画家の名前が付けられていた。船体の中央は三層吹き抜けのアドリウムとなっており、船内で芸術作品を見ることができた。ありがとうございます。